本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは、ブルースです。今回もノイフラやっていきましょう。さあ、今回なんですけども、今行われているキミプロライブですね、そちらの方のお話になります。はい。まあ、今現在、まあ、こんな感じで、予選が行われているような感じです。まあ、予選っていう言い方もちょっとあれかもしれないですけど、まあ、下準備的な感じですね。それが今行われているような状態です。はい。で、こちらは、まあ、いろいろと、なんだかんだクリアしてとか、あとは、まあ、回数とかも、回数増やす方法はミッションで増やすのが1個と、あとはま、優勝限定でチケットが購入できるっていうのがもう1個。で、あとはま、普通にここで石を使って、クリアするっていうのがまず1個っていう風な感じなんですけども、はい、その中でですね、まあ、交換場とかで手に入れる、この、キンプロライブボックスっていうものがありますよね。で、この中に入っているのが、本戦挑戦権なんですよ。これ僕一番最初、このキミプロライブボックスをゲットした時に、あれ予選の券ゲットできるんだっていう風な感じで思っていたんですけど、本戦挑戦権だったみたいですね。ちょっとそこ、僕一番最初の時だけ忘れてて、まあ確かにこれ予選だから、予選の段階でこの挑戦権をたくさんゲットできる、というか、まあその有利に進めることができるっていう風な利点があるので、この予選については。まあそれだから、だからここ本戦挑戦権なんだなという風な感じで思いましたね。まあそれもあるので、まあこういったところでどんどん交換していったりだとか、操作もろもろ。で、あとはこの交換所自体が、キミプロライブが終わるまでやっているので、この予選の段階で、まあ、これはちょっと前にも言ったと思うんですけど、全部交換できなくても全然 OK です。はい。ということで、今回の予選ですね、の総合ランキングだったり、各推しメンランキングの結果というか、順位についてお話ししていこうかなと思います。まあ、1、2、3位とか、このトップ層は、まあ、こういう風な感じになっておりまして、まあ、ちょこちょこあるよっていう風な感じですね。で、あとは、結構層が多いと思う、501位から下ですね、の方は、まあ、こんな感じの報酬となっています。はい。まあ、ちょっとだけ、もらえるよっていう風な感じですね。まあ、予選で総合ランキング1位になったからといって本戦でも1位になれるかどうかっていうのはちょっと微妙かもしれないですけど、まあ、1位の人の話だけじゃなくても全体に言えることにはなってくるんですけどね、これは。はい。というのがまず、総合の。はい。続いて、推しメンランキングの予選ですね、がこのような感じになっています。1位が、トレーニング券とレッスンストーン。で、2位もトレーニング券、レッスンストーンで、っていう風な感じになっていて、こう、パン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 分かれているような感じとなっております。まあまあまあといった感じですかね。まあこれで推し面の、なんだろう、パワーを上げましょうっていう風な感じなので、パワーを上げましょうって言ったらちょっと変かもしれないですけど、まあ推し面をどんどん、レベルアップさせていきましょうっていう風な感じですね。で、まあ結構、これ僕あるあるなんじゃないかなと思うんですけど、センターに、まあ、推し面って入れるじゃないですか。その他にも、SR か SSR を推し面ゲットしてる人って大半じゃないですか。僕一番最初っていうか、あれなんですよね。レナチさんのピックアップが結構早めに来ちゃって、で、その時斎藤さんの SSR をゲットしたばっかでゲットできなかったんですよ。SSR。ではまあ、SR 自体はパックがね、最近たくさんあったりだとか、あと、まあ、ちょうど終わっちゃいましたけど、推しガチャとかね、CM 放映記念のやつがあったので、まあ、それでいろいろとゲットできた方は多いんじゃないですかね。まあ、なんで、これ、実質2人分育成するっていうのはちょっと大変だなと思うんですけど、でもまあ、センターと他のメンバーの育成方法が違うので、まあ、そこは唯一救われたかなという風な点ですね。はい、そして今現在行われているミッションパス、こちらもですね、これでもらえるのが本戦挑戦権なので、まあ、ここは、ちょこちょこやっていれば、大丈夫かなっていう風な感じではあります。で、これ1000ポイントなので、まあ、8日間もしくは9日 ?7、8、9、9って言っちゃったよ。7、8、9日ぐらい、全部170ポイント、毎日のデイリーポイントをゲットすれば、まあ、いけるんじゃないかなという風な感じでは思いますね。僕ちょっとやれてなくて3日で480なんで、あ、じゃあもっと早いか。1週間。ないぐらいで、もしかしたらいけるかもしれないですね。はい。そういうような感じになってます。で、ここのプレミアムリワードだけ、約3000円必要になってくるんで、まあちょっとそこはっていうふうな感じですね。でも、僕、正直この短縮ライブ券欲しいんで、まあ後に買うと思います、これは。後に買うと思います。で、まああと、ここの、買いなくももうちょっとで僕、レベル6になるので、まあちょっとね、そこも、いろいろとやれたらなと思います。はい。
まあ、予選があともう少しで終わるというふうな感じで、まあ、ちょっと動画を出すタイミング的にその10月4日のお昼に出すのはちょっと難しいなと思ったんで、このタイミングでいろいろと、お話ししたいと思うんですけど、まあ、これであれですかね、ある程度の、まあ、皆さんの推しメンの方々の、なんて言ったらいいんだ、誰がどのぐらいやれるのかっていうのはなんとなく測れたと思うんで、でも本戦の方が期間が若干長いんで、まあいろいろとやれることだったりとか選択肢っていうのは増えてくると思いますし、まあ本戦からね力をがっつり入れてっていう風な方も絶対いると思うんで、まあちょっとそこは皆さん頑張って、やっていきましょう。僕もできればその50位以内には入りたいなっていう風な感じでは思います。ちょっといろいろと頑張ってやっていこうかなと思っております。いやー、でも結構ちょっと楽しい感じはしますね。今回なんだかんだ言って報酬も美味しいですし、まあそのなんて言うんだろう、そんなランクじゃない、ランキング高い人じゃなくてもそこそこな、量の報酬がもらえますし、まあ、個人的にはこのキムプロライブボックス自体が結構いいなって思ったんですよ。まあその今回のイベントで使える本戦挑戦権であったり、あとは抽選権の他にもガチャチケットが各レアリティのやつ、ノギ、R、SR、SSR という風な感じでありますし、まあ、レッスンストーンももらえるし、リボンも高級強化リボンがもらえるっていうのは個人的に結構嬉しいんですよね、実は。結構嬉しくて。であとはまあ、覚醒の鏡とかノギ石とかももらえるんで、もうこれはやったもん勝ちだし、開けたもん勝ちだし、みたいな感じで思います。なんで今までのイベントの中で言うと一番、なんだろう、やってて損はないイベントにはなるかなというふうな感じで思いますね。結構美味しいと思います。まあそうです、このイベントをやってまあなんかいろいろとゲットできたらなというふうな感じですね。はい。でランクが僕今86になりました、やっと。でもこっからが長いんですよね普通にやってたらランクアップまで5日21時間っていうか、いうもうとんでもない数字になってるんで、ちょっと大変なんですけど、なんとか、あともうちょっと、あと、なんだっけ、87、88、89で90になるんで、いや、ちょっと頑張って90にはして、いろいろと、あの、例の装備たちをつけてあげたいなというふうな感じで思ってます。まあ、そのためにね、石も結構溜め込んではいるので、まあ、いろいろとやれればいいなと思ってます。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ね、チャンネル登録など、高評価の方よろしくお願いします。じゃあ、また別動画でお会いしましょう。バイバイ。